誠一君、玄関の靴が私の領域にはみ出していました。取り決めたはずでしょ。そりゃすまん、ついうっかりやな。先日も私のシャンプーを勝手に使っていたでしょう。困った同居人です。俺かて好きでお前と住んどるんちゃうわ。ハンドレッドノート。おっと、こんなことしている場合では。ああ、定時報告の時間です。二人ともお疲れ様。まどかさん。いえ、疲れもストレスも吹き飛びました。変わり見えが。そっちはどう、潜伏中の犯人に動きはあった？それが全然や。監視を続けるしかないな。まどかさんの推理を裏付ける証拠必ず見つけてみせます。粘り強く見張ればきっと尻尾を出すはずですから。うん、くれぐれも感づかれないように。わかっとる。わざわざこんな部屋借りて窮屈な思いして張り込みしとるんや。よろしく。じゃあ僕は寝るから、また明日。おやすみなさい、まどかさん。俺らがおらんでもちゃんとせえよ。やはりまどかさんとお話しするこの時間だけが癒し。私とまどかさんで同居できるよう手配したはずが、とんだ手違いです。なんか言うたか。いえ別に。今夜は私が寝ずの番ですね。お風呂を沸かしてあります。とっとと入って誠一くんは休んでください。先に言えんか、悪いな。顔を合わせていても息が詰まるだけですから。はいはい、同感や。お疲れさん。昨夜はどうやった？依然動きはありません。顔を洗ったら仮眠を取るので、あとは任せます。うん。洗面所が狭いんです。歯磨きは後にしてください。そんくらい我慢せえ。あの、今わざと肘ぶつけたやろ。よしよし、うまそうにできたで。お、起きたんか。徹夜したんやし、もう少し寝てても。はあ、鼻歌混じりで料理とは。緊張感がありませんね。起き抜けから嫌味かい。そろそろ定時報告ですね。せやな。お疲れ様。そちはどう。まどかさん、聞いていただけますか。誠一君と来たら。よう言うわ。建造の方こそ断るごとにネチ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 。え、何急に怖てなわけや。ああそう、気は済んだ。聞きたかったのは愚痴じゃなくて経過報告なんだけど。そうでしたね、申し訳ありません。要望があるなら直接言ったら。僕はいつもそうしてるだろ。おんぶしてとか、お茶飲みたいとか。自信満々に言うな。それは笑みが甘いすぎなんや。近くにいるとかえって見えなくなるものなのかな。あ、どういう意味。なんでもない。今夜あたり何か動きがありそうだ。しっかりね。はあ、つい鬱憤を吐き出してしまいました。けどちょっとすっきりしたな。風呂でも入るか。あ、健三、風呂また用意しといてくれたんか。え、入るならお先にどうぞ。いや、カレーを作り置きしてあるんや。もちろん健三の分もな。昼間の料理はそれでしたか。せっかくですからいただきましょう。腹が減ってはなんとやら。腹ごしらえしとかんとな。そしてさっさと役目を果たし事務所に帰るとしましょう。誠一君、動きがありました。ほんまか。犯人が出ていく。潜伏先を調べるチャンスです。よっしゃ、行くで健三。おかえり。おお、見事に証拠をゲット。犯人逮捕、事件解決や。やれやれです。我ながらよくあんな生活に耐え抜いたものです。そうか。終わってみればあの部屋にもちょっと愛着湧いたけどな。ああいうのも悪くないやん。え、確かに狭くてボロくて誠一君にはお似合いだったかもしれません。
一層永住してはどうですか。お前な、ほんと飽きないね。見てくれてありがとう。おやすみ。チャンネル登録と高評価もお願いせえや。いいじゃないですか、それくらい。他の動画もぜひ見てくださいね。笑みを甘やかすな。